まずはホームの水戸です。直近の岡山戦から中3日スタメンを5人変更です。ゴールキーパー春菜です。最終ラインですが後藤田右左に石井センターバックは山田と牛沢のコンビです。中盤のセンターは永井と長尾そしてトップ下に落合がいて右に高田左に野瀬最前線安藤というメンバーです。一方でアウェーの千葉です。こちらは清水戦からスタメンを1人変更です。ゴールキーパー鈴木亮太最終ラインですが右に高橋左に日高今日はセンターバックはメンデスと久保庭のコンビです。中盤のセンターは横山と小林トップ下に風間右に田中左ドゥドゥ最前線小森です。後ろからのサポート日高は丁寧に縦につきます。小森のワンタッチドゥドゥが抜けた逆サイドから田中も来ている。ドゥ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 のシュート降りてきました。安藤強めに行きました。メンデスこれが縦つながって足を伸ばした落合左に乗せ逆サイドを見ます。高い位置に後藤田が出てきた。キーパー触りました。大きなサイドチェンジ逆サイドにいた後藤田のヘディング鈴木亮太が触っています。縦パスを入れてフリックここで少しスピードが上がって後藤田持ち出して中への折り返しこぼれていますが、最後はキーパー抑えに行ったところです。逆サイドから乗せ1枚でしたからねゴール前で、ミスする選手両チームが多いんですよね。今の日高のファーストタッチもそうでしたしね、このセカンドボール止めて止めからのシュート際どいところに飛んでいきました。最後は長いでしょうか。日高のところで取り返しに行きましたが長尾早めに入れて落ち上げる前に出た決定機でした。いやラストパスも絶妙でしたし、ここよく見てましたしこのプロアメの動きからファーストタッチ小森がここで持ちます。小林のサポート逆サイドに田中がいます。ちょっと小林が空いてます。でそのまま小林前に出ていきます。左サイドに日高日高のクロス風間光雄左サイド日高のクロス合わせに行きました風間です。いや本当に嫌がらせですよ守備なんですよね、はい、ここで取り返します。長い横につけて乗せさらに外側から石井が出てきます。石井の折り返しは逆サイドフリーだったが折り返し先ほどの三笘のチャンスシーンです。いいタイミングで前と関わり、まあ、左利きの石井のクロスでしたけどね、はい、縦が少し空いて高橋内側サイドチェンジのボールが短くなりました。コーナーです。運んでいって中央長い前には落合安藤そのまま運んで左で打ちました。外日高日高が入れてきましたがまだあります。遠目からのシュートになりました。正面最後は小林です。まだ足元でキープちょっとバランス崩してしまった。サイド少しスペースが空いたところ間で受ける安藤捕まえる面です。さらに向こう動かします。つないで落ち合いさらに引き取って長尾のシュートすごい攻守の切り替えでしたけれども、ここでまあ一度千葉を遅らすことには成功したんですね、はい、さあコーナーキックです。76分高いボール寺沼が入ってきた。大外寺沼さらには久保もいます。ゴールサイド高岸高岸このダイレクトでどうかな。最後は長尾です。小森が少し空いています。中央へ小森のヘディング。ゲーム終盤に入ってから少し水戸が風上に立つような時間になっています。さあもう時間がありません。早めに長いボールを入れます。
高木が落として小森が受ける。一度外につけてもう一回小森は中へ。高橋一斉のクロス流れてきた、ボレーシュートだ。そしてここで試合終了の笛です。目まぐるしく後半の途中からは攻守が入れ替わる展開となりました。このゲーム、まあ、結果スコアレスドロー0対0の引き分けです。